こんにちは、こんばんは、おはようございます。ジーンです。今回もジジネーションジェネシス、早速やっていきましょう。ということでですね、昨日の動画に対してのコメントでですね、まあ生放送のね話をねさせていただいたと思うんですけれども、まあ、ちょっとね都合が合わず見れませんというコメントをねいただきましたね。申し訳ありません。こちらの方もね日曜日とかにねできたらよかったんですけれども、ちょっと都合合わなくて火曜日というね、ちょっと中途半端なところでやるしかなくて申し訳ありません。次ですね、コロニーに落ちる日ですね、こちらの方やっていきましょう。で、あとですね、嬉しいことにリクエストが来ておりまして、ガンダムオンラインというですねゲームをやっていただけませんかというねお話だったんですけれども、調べてみたところですね、ガンダムオンラインはパソコンのゲームでですね、僕ちょっとパソコンがゲームに対応するほどのスペックではないので、ちょっとねそれはリクエストねせっかくいただいたんですけれども、お答えすることがちょっとねできないかなと思いますね。でちょっとねいろいろ調べてみたんですけれども、プレイステーション4にですねオンラインで基本無料のねゲームでガンダムバトルオペレーションネクストというねゲームがありまして、こちらの方をねちょっとね、やってみようかなと今思っております。はい、まあ、いずれねやらせていただくかなと思いますので、またね皆様その時はよろしくお願いします。さあ4村雨と出会ったね。どうしてさ、顔に書いてあるわね。カミーユは私の名前好き？好きだよ、いい名前だ。私は嫌いよ、今の施設で4番目だったから。フォーのナンバーフォー。本当の名前は？わからないわ、私には昔の記憶がないのよ。知りたいんだ昔のこと、それを探していたの。出会ってしまったね、フォームラさん。そうかしら。フォームラさん、カミーユが香港シティで出会い心を通わせた少女、村雨研究所4番目の教官にて記憶を奪われた悲しい実験ってことは、1村雨、2村雨、3村雨がいるってことだよね。開けた心の隙間を埋め合うかのようそういうことだよね、4村雨、4番目ってことは。彼女との出会いはどうなんだろう、5番目とか6番目とかもいいのかな、どうでしょうね。プルは12までいましたよ ね。おっと、いきなりか、サイコガンダム。昔の記憶も取り戻せないというのに、今の記憶があって何なの話の展開が急すぎるよこれ。そう、君は戦っちゃいけない。はい、戦っちゃダメですね。わかるか、僕は神湯だ。はい、私は記憶が欲しいの、自分のことをもっと知りたい。これからの記憶なんていらねえよって話なのね。まあ、知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。もういじめられたくないんだ。まあこの強化人間はね、難しい問題ですよね。難しいというか、まあ悲しい問題ですね。一度は心を触れ合った恋人たちの戦いだが、戦いの中でフォー、カミーユの優しさに次第に自分の過去から解放されていった。過去の記憶よりも新しい思い出を求めて、カミーユを空へと送り戻すため、フォーは激しい戦いの中アウド村に特攻をかける。あ、嘘、ここまさかカットかまさかのカットパーターンのやつかこれ。マジかよ、またカット。ラーラーの時もカットだったけど、フォー村雨すらカットか。スターを利用すれば、カミーユを空へと返すことができる。しかし、必死の思いでブースターを操作する。ベンウッダーね。事態を察知したベンウッダーが迫っていた。大事なシーンカットしすぎだって。私にはわかる。カミーユは私を空に連れて行ってくれる。カミーユ。スードリのブースターで空へ帰れ。何をしている。ブースターは敵のとどめに使うんだ、触るな。カミーユ、これで空へ。貴様、作り物のニュータイプは新
頭をぶち抜かれても動くのか。人間だから無理だよ。さよならフォームラサメ。さよならフォームラサメ。恋人たちの儚い夢は空へと消えた。シンデレラの魔法が切れたフォーム、カミーユの思いは届いたのであろうか。戦いの波はカミーユに悲しむマスラを絶えず容赦なく押し寄せ。そうだね、まあアムロの時もそうだったよね。再び空へ、戦いはまだ終わらない。まあ、こっからが本番みたいなとこあるよねゼータガンダムって。まだだってゼータガンダムですらないしね。マーク2でしょ確かこの時。確かマーク2のまんまです。宇宙に上がってから確かそうですね、ゼータガンダムを作ったはずなので、この時はまだマーク2でしたね。地球が見えるね。コロニーの落ちる日。ターンズの深淵化であるこのドゴスギアを貸していただけたとなれば、連動を高めてティターンズの機関にでもなってみせます。覚悟はいい、だが信用に足るものかどうか、ふやってみせますよ。強がりよ。ならばその手並み見せてもらおう。お任せください。サラ・ザビアロフ。はい、パプテマス様。ジェリドとマウアは予定通り戻っているな。はい、少し遅れていますが。そうか、なら呼んでくれ。ずいぶんあれだな。ずいぶんこの、はしょっていくスタイルだね。そう、パプテマス氏は木星帰りっていうね。マウア・ファラオ、来た。並びにジェリド・メイサ参りました。ふん、1分遅れたな。チターンズから戦艦を借りている。お立場でおっしゃるのですか。チターンズを作ったジャミトフが今、南アフリカに降りているのは、地球連邦軍を合法的に丸ごとティターンズにしようとしているからなんだぞ。はあ。連邦軍が全てティターンズになっていたら、新たな時代は新たな天才を要求するだろうな。それがあんただってのかい。ふん。女が支配する時代になるな。女？パプテマス様、アーガマを捕捉しました。アーガマか。エウゴのブレックスも地球に降りたので、その守りのためにこんな中域にいたのか。そのようです。しかし、それだけではないだろう。南アフリカで行われている国連総会中に、英雄語も連動を上げています。そうだ、アーガマも戦力増強中だ。ジェリド、マウア、出てもらうぞ。はあ、ただちに。ジェリドとマウアのこの出会いとかも全然描かれないね。そういうとこ結構重要だと思うんだけど、今後な。今後の展開的に大事だと思いますけどね。レコーさん、ようやくアーガモに帰ることができるわね。みんな首を長くして補給を待っているわ。遅れているアポリ中尉を置いて先行しちゃいましたけど、アーガモはもう目の前よ。大丈夫でしょ。撃たれて行く。さあ誰ですか。マロサイですね。取り囲まれた。このメタスをアーガマへ届けないといけないのに。うん、届けれるかな。大丈夫かな。艦長、アーガマに接近する機影を確認。チターンズです。対モビルスーツ戦用意。第一戦闘配備、急げ。神指弾、出撃が遅れているぞ。エマシーン行きます。さあ、リック・クリアス。そんなに遅れてますか。僕エマ注意に比べればな。レコア少尉の補給部隊も敵に襲われているらしい。なんとか守ってやってくれ。了解。神指弾、行きます。さあ、マーク2。まだマーク2やからね。ゼータガンダムってマーク2の時間が長いよね。アーガマ、動きが見えているんだよ。機種名機、新型なの。モビルアーマータイプだ。このガブスレの性能甘く見るんじゃないよ。おめえ、返上と行くぜ。新型がなんだ。あんな奴にやられはしない。やられはしないぜ。導弾中にジェルドとマウアを撃破できるか。なるほど、そういう感じ。これ大丈夫か。本当に結構急ぎ目でいかないとまずいな。結構急がないとまずいな本当に。さてこれ、うわ、変形できるか。変形してもってところがあるね、これね。抜けれるかな、ここ。
抜けさせてもらいたい。よし、抜けさせてもらおう。脇を抜けさせてもらいましょうか。さあ、アーガマも連れていこうかな。いいよ、これで。さあ、セーブしていきましょうか。一応ね、これシビアだよね、結構ね。さあ、パスして、おお、来るね。クレイバーズーカ打ち返せ。全然当たらねえ。マウア、マウアやる。全然当たらないじゃないか。嘘だろ。このままやらせるものですか。エマさん頑張って。嘘だろ、これまずいぜ。うわ、全然当たらない、本当に厳しい。嘘だろ、変形しろ。モビルアーマー形態回避率が高すぎるぞ。そうだよ、新型だからって。その声は神湯か。通信聞こえすぎでしょ。まず当てていく。さ、これまずい、本当に全然当たらないじゃん。私、足手まといになんかならないわ。パワー頑張れ。当たっていく。避けて避けて避けて、危ないよ。まさかこんなことになるなんて。レコーさん、ナイス、レコーさん、素晴らしい。避けていく、素晴らしい、レコーさん。さあ、ビームサーベルはまずいで、これ。ビームサーベルはまずい。いやー。結構厳しめ。やばい、落ちる。このままじゃ、落ちちゃう、落ちちゃう、本当に落ちちゃう。見切れない。このままではいずれやられてしまうわ。助けて、神湯。おっと、おっと、味方間に合ったか。ゼータガンダム間に合ってくれた。アポリメタス、戦闘を支援するぞ。さすがアポリ注意、了解。さて、ゼータの初陣と行くぜ。ゼータガンダム来たけど、ちょっとあれ動いたのか、逆に、イエーイ、動いたのか、逆に出てしまったな、これ。これ動かなければよかった。前に抜けるのがいいか、これどうすればいい。ちょっと、戦いづらくなったな。しまったぜ。そして落とされかねないっていうね、これね。ちょっと待てよ、これ、どうする。どうすればいい、これ。ハイパーバズーカ、ビームライフルか。当てて行け。これ結構真面目にやばいんじゃないか。そんなに焦らなくてもすぐ落としてあげれば。マウアーやる。そうやすやすとやられるわけにはいかない。避けられる。当てて、よし。あ、やべ、落としちゃうんじゃないか。ギリか、危ねえ。いやいやいや、やばいやばい、これまずい。こんなところでやられるか、これまずいぞ。えい、厄介な。ちょっと待って、避けれるかな。次のターン避けてくれないと困るね。さあ、これちょっと危ういぞ。ギリか。ゼータガンダム来たけど。来たね、ゼータガンダム。このタイミングだったか。マウアーが来るところでか、ゼータガンダム。よし、これ。頼む、避けろ。頼むから避けて。当たる、まずい。これまずい。うわー、よかった、ギリギリ助かった。やばい、これダメだ、落ちるかもしれない。危ない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 、やばいやばいやばい。レコーさん、レコーさん、避けて、レコーさん、危ない危ない。打ち返せ、
打ち返せ。よしよし、いいぞゼータ頑張れ。ナイスだゼータ、素晴らしい働きだゼータ。これ避けていく、ナイス、素晴らしいゼータ、いいよ。ちょっと待って、そこ囲むなよ。囲むんじゃないよ、全く。ゼータガンダムの強さが異常だこれ。避けろ、よしナイス。さあ素晴らしい、レコアさんの素晴らしい、あーっとやばいぞ、これやばいぞ。メータスを届けることもできずにやられるわけにはいかないわ。これ結構まあまあマジでやばいやつだぜこれ。どうする、いけるか。いけるのか、果たして。とりあえず落とせ、いいぞ。さあこいつ撃ち落としていきたい。いいね、7000、素晴らしい攻撃力、素晴らしい攻撃力だ。アンビームガンで落とせるか、落ちてくれ。来た、落ちた、ナイス、いいぞ。敵減らしてる、これパージとかできりゃな、いいんだけど。ちょっと待って、変形しよう、変形しとこう。これいけるか、ちょっと待って、ここで一度セーブをしよう。これでジェリドを撃ち落とせるならば、このターン、このターンジェリドを落とせるならば、マウアーも一気に落とせるはずだ。行くぞ、やらせてもらうぞ、行けよ、当てろ。いけるかこれ、頼む、当ててくれ、頼むぞ頼むぞ、これにかける、当てていく、素晴らしい。うわ、避けられていく、かぁ落とせない、ダメだダメだ落とせない、ダメでしたねくっそー、ヒットライダー、どうしたら落とせる、あれバズーカぶち込めば落とせるかな、バズーカぶち込めば、あ、違う違う、リトライにしちゃった。違う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 、ロードしよう。ロードロード。リトライじゃなくてロードですね。いやー、ちょっと待って、きついか。一発。うん、ちょっときついね。きついものが。こっちか。ここからか。ハイパーバズーカ。当てろよ、当てろよ、頼むぞ。当てて行け、これ当てれば落とせるはずだ。外した、当てていく、うわダメか、結局落ちないのか、うわマジか結局落ちねえのかこれ、もう一発か。ちょっと待てよ、ロードだね、あれダメか、バズーカ打ち込んでもダメか。つうかマウアーとジェリドの強さよ、異常だろ、あれ強すぎるぞ、強すぎるって明らかに。これどうしたらいいんだ、一度下げますか。ちょっと待って、とりあえずウルフ攻撃など、ウルフ攻撃か、ウルフ攻撃の方がいいよね。これで、いやこれで打ち込んでみるか、いけ、当てろ、よし当てた、うわ危ね、うわ、あぶね。嘘、7000も効いた。マジか、これ倒せる。ちょっと待って、こういう方法があるのか。これは、ちょっと、今まで試したことなかったな。素晴らしい攻撃が出たぞ。7000って、そんなに、ブル攻撃で行くか。さあ。よし、いけるんじゃないか、これ。今度こそいけたの。さあ、落とせ。いや、避けられていく。あぶね。よし、とりあえずジェリド、とりあえずジェリドだ、とりあえずジェリドを落とした。さあイベント、ジェリドのマウア、いけ、これ多分いけるだろう、回避されるけど、当ててみせろ。ちょっと待って怖いな、セーブしようか、セーブしようか、これいけるかな、そう怖いな、大丈夫か、
よし、いいぞ。とりあえずこれでギリギリだぜ。本当に落としてくれ、頼む。よしよし、来た来た、落ちた。チャレンジ成功。撤退する。下がった下がった。ちょっと待って、続くのかこれ。いやマジか、続くか。え、勝敗条件は敵軍ユニット全滅か。一度下げないとまずいんだからね。そしてだ、メタスも下げよう一度。危ない危ない危ない。ニュー、ちょっと待って、ゼータガンダムならなんとかなるでしょおそらく。さあ、来な、いいね、ゼータガンダム打ち返して行け、避けて行く、素晴らしい。ゼータガンダムの火力よ、避けていく、素晴らしい。アポリーさんナイスですね、素晴らしい働きだ。アポリーさんナイスだ、素晴らしい。神がかってる、ニュータイプじゃないかあいつニュータイプのごとく避けていく、素晴らしい。一撃も食らわない、奇跡、奇跡が起こってきてる。さあこっからやらせてもらおう、落としていく、いいぞ、頑張れファーユリー、いい、素晴らしいね。さあ戦力にならないメタス、どうだ、よし行くぞ、ここからだ。さあ神ヴィラン登場、そこだ、落としていく、素晴らしい、いいぞ。さあリックリアス、ビームピストルだ、いいぞ、支援していこう。さあ撃破だね、いいですよ、とりあえず撃破、どんどん撃破だ。そしてミノフスキー粒子を散布しておきましょう。 OK、 ミノフスキー粒子の中に戻りましょうか。ウェブライダー、さあビームライフルを打ち込んでいく、素晴らしいね、ミノフスキー粒子が効いてますね。さあ避けていく、素晴らしい。なんだアポリーさんってあんなに優秀なパイロットだったっけ。さあ撃破、残り3機、フルがいい、相手になろう。さあ来な、よし打ち返せ、いいぞ、大丈夫だ、打ち返していけ、 OK ナイス、倒していく、撃破。さあクレイバズーカお見舞いだ、ハイパーバズーカもお見舞いだぜ、いけるぞ。さあ撃ち落とせ、撃破だ、いいね、マラサイ撃破、あと1機だけ、素晴らしいですね。さあウェブライダーからのビームライフル、 OK、 次のターンで決着だ、いけるぜ。こいつは素晴らしい働きだ、アポリーさんの働きがでかいね。さあこれで撃破ですね、とりあえず。よしよし、よかった、あーよかった。アポリー注意がゼータを運んできたのよ、ゼータ新ガンダム。よー神ユ、ニューホンコンでは面白いことがあったんだろう。ありませんよ、こっちに上がってから地球ボケだってエマ注意に叱られっぱなしなんですから。怒るなよ、その代わりこのゼータガンダムはお前に使わせてやる。ジャブローを戦い、アウド村からアガマに取り付いた貴様だ。資格はあるって認めてるぜ。レクワ少尉も同意見だ。ファミーユ、アガマへ帰投するわ。よろしい？了解です、レクワさん。それにファーも、ありがとう。今は戦うしかないのだから、私だってやるしかないのよ。つか、ファーも、まあまあ、そういう、こういうことを考えたら優秀だよね。この戦争の中ね、モビルスーツとかに乗って生き残るわけですからね、ファーユリーは。生き残ったよね確かね、うん死んだとかは覚えてないけど生き残ってるはず、うん。なんでシロッコのところに行ったジェリドンのモビルスーツはアレキサンドリアで修理するんだ。ジェリドンのやつが泣きついてきたんです。まったく、コロニーの進路修正は用意してある核パルスで済ませられるな。はい、それは順調です。月面グラナダへのコロニー落としか。こんな安手の方法で、エウゴの首根っこを抑えられるなどと、シロッコにも思いつかん戦法だ。
さすが戦術の天才バスコーム大佐は新しい連邦軍を作るお方だ。確かにバスクオームね、 WO83 も出てきたよ。ジェルドメーサー入ります。ジェルド、貴様は避難にかこつけてこの作戦を邪魔しに来たのか。木星帰りの白っ子だからって未来が見えるわけじゃありません。それはわからんぞ。お前がエレキサンドリアに来たのも奴の陰謀かもしれん。それじゃあ俺の負けることまで見抜かれていた。ふん、そういうことじゃないのか。まあ出戻りのジェリドだからね。調査お願いがあります。何か自分たちをコロニー落とし作戦に加えていただけませんか。罪滅ぼしをしたいのなら作戦参謀に考えさせよう。ありがとうございます。ふん、ガンダムを叩いてやるよ。そう言って叩けたことは一度もない、ジェリドはね。カマセ犬的なポジションだからね、彼はね。どこまで行っても本当なんです。月面のグラナダへのコロニー落とし、そんなひどなこと、私はチタンズのやり方がもう嫌なんです、サラ・ザービアロフ。だから必死で逃げて。とはいえ総長はチタンズなんだろう。はい、ですがチタンズといっても木星帰りの白っ子旗本のパイロット候補生の言うことです。チタンズがサイド4に集結したのは月面にコロニー落としを仕掛けるからだと考えられる作戦です。彼女が今チタンズのやりようは嫌になったというのは嘘ではないでしょう。サイド4のコロニーの一つが動き出して加速しているんでしょう。私もサラ総長が言うことを信じます。レコアロンド、地球では連邦の総会が開かれているんだ。ブレックス巡章やクワトロ隊もそのために地球に降りているんだから、こんなのは茶番だよ。グラナダの住民の避難は実施してください。アーガマはコロニー落としを阻止する作戦に出ます。当たり前だ、ラーディッシュとうまくやってくれ。この作戦には白っ子のドゴスギアは参加していないようだが、なぜ。子供の私に分かる話で問題ではありません。子供だったらスパイも優しいよね。スパイ、私がですか。とにかくしばらく身柄は拘束させてもらうよ。いいね。サラ・ザービアロフね、確かこいつ普通にスパイだったよね。白っ子の手先だもんね、確かね。さあ、うん、ラーディッシュだね。サイド4の27番地が移動を始めたか。間違いなく無人のコロニーだな。コロニーの移動コースはいろいろ考えられるが、グラナダで落とすことはできる。すでに月の重力に引かれている。コロニーの足を止めるなんて。そうだ、君には危険な任務にある。チタンズはコースを変えるときに核パルスを使うだろう。放射線汚染で君の体が赤ちゃんを産めないようになると。私、結婚は考えてませんから。今注意、うん、エマ・チュイのこと好きなんだよね、偏見さんはね。おとなしくしているんだぞ。疑いが晴れればすぐにクルーになれるさ。ありがとうございます。俺勝つってんだ。勝つ、近づいちゃダメ。彼女は敵かもしれないんだぞ。勝つ、うろうろしているとまた怒られるぞ。分かってますよ。サラ・ザビアロフ、君のような子が敵のど真ん中へ来るのは異常だよね。あなたは一番初めに私の言葉を信じてくれました。コロニー落とし作戦を信じただけだ。でもそれだけでチタンズを抜け出せるわけがない。必死に逃げてきたのに、私、あなたなら信じてくれる方だと思って。そういえば人は騙せると奴に教わってきたのか。いえ、パプテマス様。パプテマス白っ子。木星から帰ってきたジュピトルスの男だよね。違います。私はジャマイカンたちのやり方についていけないんです。核を使わずにグラナダを全滅させることができる。コロニー落としなんて。罪のない人々を何百万人も殺すんですよ。コロニー落としが成功してしまうと白っ子には都合が悪いのかい。君は強化人間なのか。うん、さすがカーミーユ、鋭い。コロニー射程内に捕捉、敵艦隊接近、モビルスーツ隊を発進しとけ。来たか、ラーディッシュからの情報通りだな。やはりコロニーを月面を落とすのか。カーミーユ行くわよ。レコアキ、メタス出ます。メタス、ゼータ行きます。さあ出ていく、ウイジンだ。リックディアス隊を急げ。アポリーベイ出る。さあリックディアス2機出るね。コロニーの軌道は依然グラナダへの直撃コースだ。もう猶予はないぞ。コロニーのコースを変えるんだ。コースを変えろったってどうしろと。コロニー外壁にコース変更するための核パルスがあるはずだ。そいつを破壊しろ。
できるんですかそんなこと。でもやるしかないでしょう。そうですね、了解。やってやるさ。核パルスね。さあ敵艦隊、ふん、奴らも出てきたか。モビルスーツ隊を順次発進せよ。さあどう出る。出てくるね、結構出るね。うんうんうん、第二防衛ラインもありますね、ちゃんとね。ヤザン、行きたりとも敵をコロニーに近づけるんじゃないぞ。ヤザンゲーブル、言われなくてもわかることは言うなってんだ。キターンズが今まで落とせなかったアーガモとやら俺が叩いてやる。ヤザンゲーブルは素晴らしいこのパイロットですよね。うん、確かそう、ギャプラに乗ってるはず。お前らみんな潰してやるよ。うん、ヤザンさんいいキャラしてるよね。ヤザンゲーブル隊が出た。やつはともかくアレキサンドリアの素人どもじゃ突破されちまう。ジェリド出るよ。まうわ。何、俺のことで無理をすることはないんだ。何言ってんの。心配することはない、ジェリドは私が守ってあげるよ。すまないマウア、ジェリドメーサー出るぞ。ただのひも野郎みたいな感じやけど、どこからでも来い。近づく奴はみんな灰にしてやる。終わりよ。あれ2人でカットインって珍しいね。さあ自軍出撃だ。おっと目の前敵さん、あれちょっと待って、ラーディッシュが先行してるのか。なるほどね、ラーディッシュ先行中。さあ行こうか。ボタン以内に核パルスエンジンを2機以上撃破できるか。ボタン以内に核、これか、2機以上 1,2,3,4 4つある、2機以上ね。5ターンね。任せなさい、任せなさいよ、行かせてもらう。さあガンダムデルタガイがいるこちらの部隊を出していこうか先にね。よしよしぞ、出て行けみんな。さあここはちょっとね、変更がありましたね前回ね。うん、シャトリアがっていうか、よく考えたらこの、指揮値か指揮の値ね、あれが高いやつを探したら普通にフォードフェニックスとかの方が高いっていうねことに気づいた、ね、そしてあれですね、誰っけ、アプロディア名前忘れた、名前忘れたのはなんだっけ、アプロディアですね、アプロディアを仲間に入れていくというね。さあこの辺になってくると、そうですね、皆さんこうしっかりとマラサイ持ってるね、しっかりと皆さん戦艦の中にモビルスーツをお抱えですね。いいじゃないか。さあやっていこうか。ちょっと待って、こっちの部隊下げようかな一度ね。今から出てても何もすることはないからね。さあ下げていきましょうかね一度ね。順次発進したわけだけど、まあいいでしょう。さあ下げていこう。よし、さあ戦闘開始だ。来るがいい、打ち返すぜ。メガ粒子砲だ、いた、うわマジか。避けて避けて避けてください、お願いします。さあ撃破していく。キャラクターレベルアップいいね、25。みんなレベル上がってきたよねだいぶね。あ、そっちか、タンネル打ち返そうか。ロングメガバスター、さあ避けていく、いいね。さあ撃破だ、ドキナハイザック、ハイザックごときじゃダメだぜ、ハイザックごときじゃダメだぜ、まったく相手にならん。さあ撃破、さあ防衛も第一線をねしっかりと貫いていきましょう。壊滅させよう、まずはこの防衛も壊滅させるところから始めましょう。ゆっくりねやっていきましょうよ。さあいいね、撃破だ。
さあさあさあドンドン撃破していこう。いいね、いいよ。あ、そうか、ちょっと待って、ゼネラルレギルのあのリゼルは装備が、あ、Bユニットのままになってますね。よかったよかった、前回のままですね。じゃあロングバレルビームキャノン撃つか、撃ってもいいよね。さあ第一防衛ライン突破中ですね。完全に壊滅してる。いいじゃないかこれ、素晴らしいぞ我が軍は。さあ撃破ですね、どんどん撃破ですね。さあもう物の数じゃないぜ、まあ、マラサイもハイザックも物の数にはならないね。どれだけ来ようと負ける気配がない。さあ撃破していく。オッケー、ユニットレベルアップ。ハイニューガンダムはレベル11ですね。レベル11まで来ましたか、いいっすね。さあでガンダムデルタ回、ちょっとエネルギー消費が激しいな、ガンダムデルタ回はね。仕方がないといえば仕方がないところではありますけれども、さあオッケーオッケー、いいね、よしよし、いいですよ。さあ撃破、これで第一防衛ライン突破じゃないか。もう突破したろ。戦闘機乗り、フォーダーミラスがレベル6、射撃戦特化。あ、第一防衛ラインまだ残ってたか。マラサイが3機だけ残ってるね。あとは戦艦ですね。戦艦も防衛ラインと考えるならばまだもうちょっとあるか。あ、しかし壊滅していってるね。ここを抜けば核パルスエンジン2機ですよね。2機撃破すればいいんだよね、核パルスを。2機ぐらいすぐに撃破してやるよ。さあ下がってもらいましょうか一度。そして前に出ていこう。これどうだ、一旦前に出てくるか。もう一旦待ってもいいな、一旦待つか、一旦待ちましょう。さあ残り2つのままですけれども、つうかラビッシュ誰か乗ってんの、エマシーンか、エマシーンが乗ってるね。マーク2か、マーク2で乗ってますね。さあお、ラディッシュすげえ移動力。ラディッシュ欲しいね。アーガーマも欲しいとこではあるけど、このあれだよね、なんだっけ、ジェットゲージ貯めないといけないから、あの敵をすごい撃破しないといけないっていうね。うん、ちょっとね今、まあ後々考えよ。今はまだ無理だ。さあラーディッシュに対してビームライフル打ってくる。おっと近め、なるほど、わかった。っていうことはマラサイは、うん、そうですね、マラサイはマスターユニットで撃破するか。残り3ターンマラサイ、うん、ちょっと近づきすぎだぜ君たち。こっちかな、こっちだな。レザーパネルで、お、支援してくれる、ナイス。いやー外していく、倒せないか、仕方がないですねこれはね。さあもう一度支援してくれるか、ありがたい。外していく、そして倒せない、同じ鉄を踏んでいくスタイル。さあここだね、これでどうだ。さあ敵の出方によって捕獲するかどうか決めようかな。そうですね、敵の出方によって捕獲するかどうか決めていきましょう。奥までしっかり出れる、バイアランカスタム素晴らしい機動力だ。よし OK。 さあこれで最後の防衛、第一防衛ライン最終を抜いていきましょう。さあ打ち返しますよ、問答無用だ、打ち返すぞ。
撃破撃破、どんどん撃破ですよ。いいね、レベルアップ。さあゴートローガン34、圧倒的にレベルが高いね。34か、素晴らしいね。さあ打ち返していく、ナイス、当てていく。ブランリバル、ブランリバル当てていく。いや今回戦艦がこのなかなかいい戦艦がね、普通には登録されませんので、まあ、僕はこのホワイトベースとブランリバルがあればまあいけんじゃないかなと思いますけどね。結構終盤まで戦える気がしますよこのまま。まあ、それほどね戦艦、まあ移動力がないのはちょっと困りますけどね。困るところではありますけれども、そこまで気にはならないですね。ちょっと待って、こっちこっち、ウィンチキャノンだ、ウィンチキャノンぶち込め、ガゴーンと。いいですね、倒していく。さあハイザックゴートキ、私の敵ではないわ。来るか、インファンネルで応戦だ。ロングビームサーベル、いいね、ビームサーベルがその距離まで届いていく。さあ撃破していく。もう一匹出てくるよね、もう一匹出てくるの分かってる、分かってるんです。倒していく、よし、いいぞ。さあ戦艦艦隊戦になっているが大丈夫か。さあリボルビングランチャー、ビンマグナムか、ビンマグナム一発打ち込んでおこうか。ハイザックって持ってたっけ、持ってたかな、一匹取っとくか忘れちゃったな、持ってたかどうか。さあこれを蹴って、さあ行きましょうか、ビンマグナム打ち込んでいく。いいんじゃない、マラサイも一匹もらいましょうかね。うん、一つちょうだいって感じですね。さあフェネックスはレベル9、いいね、順調だよフェネックスも。さあキャラクターレベルアップ、いいね、コードフェネックスレベル9、ストライクアシスト、ストライクアシスト。さあここ、あ、ここ打っちゃダメですよ。さあおっと、マラサイそんなとこに出てくるのか、びっくりしたぞ今、どこに行くのかと思ったわ。避けていく、あれもらいましょうかね、引きもらいましょうか。ミサイルポット、ウィンチキャノンぶち込むか、ウィンチキャノンぶち込んでみるか。さあ避けていく、いいね、ナイスだ、いいよ、素晴らしいですね、倒していく。さあもう一匹出てくるが、ここはロングライフル打ち込ませてもらいましょうかね。ハイメガライフル、痛い。アイバーメガライフル一撃でマラサイが沈んでしまうというね、このね悲劇ですよ。さあ各まであとちょっと、いいね、第二防衛ラインまですぐだね、一瞬だよこんなの。さあエネルギー回復していく、よしよし、いいぞ。あとはここだね、このマラサイをウザファンネルで叩きましょう。さあ撃破ですね、これで道は開かれた。さあ進め、ラーディッシュ、進むのだラーディッシュ、いいね、素晴らしいよ偏見さん。さあアーガーマがちょっと手遅れてる感じはあるけども、アーガマが置いていかれてる感はあるけど、さあここ抜きましょうか、このターンでね抜いちゃいましょう。さあロングビームサーベルって大丈夫ですね、ロングビームサーベル、ピンチキャノン、そしてだ、どっちにしようかな、うん、ゼータガンダムを育てる方がいいかもしれないね。よしこれでいこう。さあいいね、素晴らしい働きを見せていく、いいよ。さあ撃破だ、お、ユニットレベルアップ、バイランカスタムレベル3ですね、バイランカスタム2号機がレベル3、いいですよ。そしてこちら側も落としていきましょう、誰を使うのがいいんだ、コードフェニックスを使っていこうか。うん、まあね、最近
またこう思い出したといえば思い出したんですけど、こうね、一つの機体を中心にこう支援攻撃をしっかりすれば早めの段階で超強気になれるっていうね、昔よくやってたんだけど最近はなんかこの楽しいからいろんな機体をこうね普通に選択してたから、そんなことに全くね目がいってなかったという感じでしたけれども、ちょっと待って、これ届くか、どうしよう、どっちのどっちで行こうかな、これ届くかな、あ届くね、素晴らしい素晴らしい長射程、じゃあビームキャノンに引きますか、一斉射撃にハイメガランチャー、これで落ちたでしょう、まあ間違いなく落ちるよねこれでね。さあ道は切り裂かれた、第一防衛ライン突破ですね。さあ撃破していく、いいね、さあこれで超強いですね、上がりやすいね、いいね、気合入ってるよ、気合が入っておりますね、みなぎっております。さあこの面問題はですね、アンドーンがどちらから出てくるか、それが一番の問題。さて下げて、こいつも下げてですね、ちょっと前に出して捕獲をしましょうか、まずはね捕獲をしていく、捕獲ですね、で届いたね、1万5000か、1万5000、この程度か、残り2ターンあるけど、もう叩くか、叩いちゃいましょう、叩きましょうね、もうね、うん、それがいい、よっと、さあガンダムデルタかい、ガンダムデルタかいで落とせるか、落とせるか試してみるか、フォートフィンファンネル使ったら落ちそうじゃ、落ちそうだよね、いけ、落ちろ、よし、いいぞ、落とした、ナイス、さあ1個撃破、さあ1つ撃破ですね、これで、さあもう一つもやっちまいましょう、早めに早めにね行きましょう、ピンマグナムで落ちないかな、これどうだ、落ちる素晴らしい火力だ、さすが、さすがユニコーンガンダム、さあヒストリックモーメント、ハクパルスエンジンが破壊されました、コロニーの進路が変わりつつあるようです、ウーゴメン、余計な核パルスエンジンに火をつけよって、モビルスーツ隊は何をしている、ウーゴをゴロニーに近づけさせるな、もうそんなの無駄だぜ、奥から出てくるか、ガルバルディ、なるほど、どんどん新型投入してくる、まだ来る、核パルスエンジンを守るつもりか、守らせやしないよ、んサラザービアロフか、随分外が騒がしいみたいね、戦闘が始まったんだ、あなたはこんなところにいていいの、どういうこと、あなたは出撃しなくていいの、僕がそのつもりでモビルスーツが、僕がそのつもりでもモビルスーツがないんだ、私がアーマガーママでも乗ってきたハイザックがあるわ、ハイザック、あれはダメだ、親父の博物館にはなかったんだ、だから触ったこともない、私ならハイザックの操縦を教えてあげられるわ、サラが、あなたはニュータイプでしょ、私あなたの活躍見てみたいな、そうか、そうだよな、おいおい勝つ小林、こら安易すぎるんだよ行動がさ、よしこのハイザックなら僕でも動かせそうだ、カツありがとう、え、あなた優しいのね、私を逃がしてくれるなんて会えて嬉しかったわ、え、どういうことサラ、皮肉じゃないのよカツ、好きよ、ああ、サラ、あの女、あの女、あの女、やっぱりスパイだったんだ、あいつめ騙しやがって、畜生、騙されやすすぎるだろ、この文面だけの展開で見たら相当騙されやすいよね、もうちょっとあのアニメだともう少しなんかあったけどね、うんあの短時間で騙されたわけではないはずだったけどね。さあハイザック、ハイザックキャノン、え、
増加装甲装備、これちょっともらおうか。なんか面白いな、どこで出てくるんだあんな機体、何の作品で出てくるんだよなって、全然わかんないぞ。さっさっさ、これで正面から出てくれたね、ありがたい。じゃあもう敵を全滅させるだけか。オッケーオッケー。さあ残りは簡単なお仕事、来るかギャプラン。さあ打ち返すぜ、打ち返しちゃうぜこれ。反撃、こっちだ、メガビームライフル撃ってゆけ、撃破だ。加減なんざ期待すんじゃねえぞ、こっちのセリフだ。やらせてもらいますよこれ。俺に向かってくるとはいい度胸してるぜ。いた、やばいやばい、当たった。楽な仕事になりそうだ。うん、なかなか高出力なビームでしたね今のね。偽りの世界にとらわれすものよ。すべての武装が高出力すぎる。こんなん一発も食らったらおじゃんでしょ。ただじゃすまさん。下がりな、痛いな。でもな、痛手だったな。ちょっと4600、よくもやってくれる。さあ帰るんだ、しっかり帰れ。ビームマグナム打ち返せ、いいぞいいぞ。さあっていうか思ったけど、こんだけ数がいると結構大変だな、長引きそうだねこれね。物量は素晴らしいね今回の面は、レベルを上げていくにふさわしい面ですよ。よしよしよし、出てくるね、出てくるのは大歓迎だ。さあ全部打ち返してやる。でもジェリドとはカミユと戦わせたよね。うん、カミユ出していくか、それがいい気がしてきたね。さあレベルアップ、ギャプラもレベル9か、もうレベル9か。さあまだ出てくるね、いいね、素晴らしいよ、どんどん出てきな、どんどん出てくるんだ、打ち返してやるからさ。さあ下がりな、抵抗すると無駄死にするだけだって。さあレベルが上がっていく、リゼルレベル4、いいね、順調だね、超順調にレベルが上がってってるよ。さあ来なさい、どんどん来なさい、笑いが止まらん。さあマラサイごとき敵ではないわ、撃破ですね、いいっすね。第2防衛ラインもグズグズじゃないか。さあさあ撃破していく、いいね、うん。さあハイパーバズーカ、ハイパーバズーカ、そしてロングメガバスター、よしこれで体を一度入れ替えましょうかね。うん、いい感じですねこれでね。多分後ろのやつらで、いやそうだね、出てこないね、よしよし、読み通りだ。お、ガルバルディは攻めてくるね、いいね、どんどん来なさい、どんどん来なさい、まとめて相手してやるよ。さあここ一度避けようかな、避けましょう。そしてだ、アーガマを前に出していきの、さあレコアさんか、レコアさんと、オッケー、ウェブライダー、
グライダー、そしてネコアさん出していく。いいよ、これでいいね。さあ届くか、届くか。マウアファラオ、ジェリドメサ、これどうしたらいいんだろうな。どうやったら、あ、こういう感じかもしかして。ちょっと待てよ。いや違うよな、なんか演出とか見れないかな見たいんだけどな、何か見れないかな、うまい具合に。さあよし、これで一度下げましょう。じゃここでジェリドと戦闘させることによってクエスト達成とかないかな。なんかあると嬉しいんだけど。さあここで一度下げて、さあ前に出していこうか。前に出していきましょう。ちょっと待って、下がりすぎ。 OK、来るよね多分ね、来るはずなんだよな。ちょっと一旦待つか、一旦待ちましょう。多分出てくる。 OK、 出てくるね。出てくるのはありがたい。あ、ちょっと待って、連携してる。マジか、なるほど、連携攻撃か、そういうことか。これはちょっと厄介な感じになってきたね。そういうことだね、面白いね。さあ先に叩くはジェリドメサだ。いや、どっちを叩けばいいんだどっちを先に叩けばいいんだ。あれ、とりあえずここ、これ届かない。さあウェブライダー、ウェブライダー登場。容赦はしないわよ、容赦しない。こいつ、こいつ5000。うん、なるほど。あいつはジェリド来いよ。なんだ、任せっぱなしか。こっちに来なさいよジェリドさん。さあぶつけていこうか、舞台をぶつけていく。正面からだ、よし、いいぞ。じゃあ、シャージですね。さあ、出撃させていきましょう。オッケー、これで、どうだ？当てていくぞ。さあ、パスだね。打ってきな。どんどん打ってくるべきだよ。大体大体、いや、まあ打ってこさせるのはいいけど、避けてくださいね、お願いだから。さあ撃破していく。ユニットレベルアップ、ナイス、いいね、レベル9。よし、さあハイパーメガライフル打ち返していく。あれ当たっちゃったね。さあここビームライフルとハイメガライフルっていう、オッケー。さあマウは連携してる、ナイス連携。これはちょっと打ち返すの怖いですね。ビームスマートガンを打ちましょう。ビームライフル、さあ撃墜、どんどん撃墜だ、どんどん撃墜していこう。さあ撃破ですね、とりあえず撃破。もっと来い、よし、いいぞ。ビームマグナム打ち返せ、ビームマグナム打ち返せ。お、バトルオペレーションネクスト、インストール完了したね。まあ後で早速やってみようかな、うん、こうやるかちょっと分かんないけど。さあ出てきなさい、どん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 出てきなさいよ。
アルバルディが出てくるね。さあ、あのハイザック仕留めたいね、一気ね。さあ、これどっちを倒せばいいんだろうか。果たしてちょっと試しにだね、これビームライフルで傷つけてみようかな。傷つけていこうかな。そんなんで俺にちょっかい出そうってかよ。すいませんすいません、なんか。よし、行くぞ。よし、連携しよう。これでだ。これ倒しちゃって大丈夫かな。なんかどうにかしたら演出とか見れそうなんだけどな。まあいいや、倒してしまおう。倒せるはずだ。捕まえた。これで終わりにするわ。いけいけ、当てろ。よし、当たった。ナイス、当たっていく。素晴らしい。邪魔されるわけにはいかない。うらぁ、気にはやらせない。さあ、撃破だ。オッケーオッケー、いいよ、いいじゃないか。まったく、こんなことで。よし、下がった。マウは下がったぞ。マウは下がったぞ。オッケー、これでアームビームガンを打ち込んで。仕方ない、戦争なんだよ。悲しいけどこれ戦争なのよね。やべやべ、結構激しいダメージ食らったぞ今。結構激しいダメージだったね今。びっくりした。さあ、ここだ。ビームライフルで落とせるよね。ビームライフルで落としましょう。いけ、ガンダム。俺はついてるぜ。そんなことはないぜ。お前なんかにやらせるものか。これだ。抵抗するのなら容赦しない。落ちろ。しまった。ジェリードをやらせはしない。マウア、マウア、守ってみせるって言ったろ。マウア、マウア、マウア、あなたは決して負けはしないわ。あなたは世界を正しい方向に持っていくことができる。生き延びること、戦うこと、あなたにとって今はそれが正しい。マウア、マウア、お前までいなくなっちまうなんて。マウア、マウア、マウアって聞こえた。カミユ、なんでいつも。うう、怖い怖い。には殺さん。お前は俺がなぶり殺してやる。おお、怖い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 。マウアの仇だ。さあ、どうしたもんかなこれ。ハイザックキャノン1匹欲しいよね。1匹欲しいね。こっち側のやつもらいに行くか。ちょっと待てよ、入れ替えようか一度ね。入れ替えましょうかね。さあ、マウアーとは決着をつけてくださいよ、カミーさん。心置きなく決着をつけていただくということで、私たちはこちらに向かいましょうか。こちらに向かいましょう。さあ、よし、 OK。 抜けれるか、抜けれないか、さすがに無理だよね。そんなに調子よくいかないか。 OK、 これでよしと。さあ、こちらはどうですか、抜けれますか、どうでしょうか。
抜けれませんね。さすがに厳しいところがあるね。まあいいでしょう。さあこれで、パスしていこう。さあ来るか、マウアー、マウアーの敵撃ちに来るか。ビームライフルだ。神優、俺の手で殺してやるってよ。まるで違う、こいつはジェリドか。別人になっちゃったね。俺にとっちゃお前さんも蹴落とす敵だ。当たらない。あ、食いしばれ。お前のようなやつは修正してやる。好きにさせるか。容赦はしないわ。生き残るためならね。よしよしよし、いいぞ。素晴らしい。当てていく。素晴らしいぞ。さあそれ打ち返すのは厄介だぞ。打ち返しはしない。出てくるか。素晴らしいね。出てくるか。これいいぞいいぞ、どんどん出てこい。レベル上げに最適ですね。ここは敵の数が多くていいね。そして結構敵が突っ込んでくるタイプなので、ビームマグナム一撃で沈めてやる。落としていく。撃破だ。さあ来るか。いいぞ、素晴らしい。さあ戦艦丸裸。超強気ですね。超強気。これ戦艦か。避けていきましょう。さあ出てくるね。出てきますね。そちらも証拠りもなく出てきやがる。よしよし、撃破。まだ出てくるでしょう。まだ出てくるの分かってる。プロトフィンパンネルにしようか。プロトフィンパンネルにしましょうかね。待て、エネルギー消費が激しすぎるぞ。エネルギー消費が激しすぎる。さあメガ流暢。うん、いいっすね。撃破していく。さあ超強気。まだ出てくるか。ビームライフルが届く距離。ビームライフルが届く距離、いいね。よし、さあこれで撃破。さあ撃ってくるの分かってるよ。そこから撃ってくるの分かってますよ。いた、また当たった。避けてくれ、頼むから。避けて避けてお願い、イゼルさん。ビームガトリング、ビームサーベル。よし、もうビームガトリングでも一撃で沈むぞ。さあこれを撃っていきたいね。ヒートブレード、よしよし、オッケー、素晴らしい。さあ超一撃だ。おっと、撃ってくるか。これ撃ってくるか、相手になるぜ。ビームランチャー打ち返す。あ、やべ、当たったクールダウンしちまうぜ。クールダウンしちゃうよ、あれもったいね。お、ユニットレベルアップ、バルバトスループスレベル15。あー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 あああ。さあもうほぼ一層に近いな。戦艦とアークパルスだけか残るよ。そこ打ち返しちゃう。打ち返しちゃいますね。素晴らしい長射程。イゼルの長射程素晴らしいね。さあビームサーベルお見舞いだ。
よし、いいぞ。さあ、撃破ですね。これも悠々撃破ですよ。さあ、超強気返しますよ、ロングメガバースター。よしよしよし、 OK。 さあ、ナイチンゲールがレベル3。お、ユニットレベルアップですね。 OK、 ガンダムデルタ回のレベル5までついに来ましたね。 OK。さあ、打ち返していきたいところではあるけれども、これちょっとエネルギー切れだ、エネルギー切れだぞ。打ち返せ、これ一撃で仕留めろ、一撃で仕留めてみせろ。素晴らしい、シャトリア一撃で仕留めていく、いいね。さあ、ユニットレベルアップ、シャトリアレベル12、いいね。超一撃来ましたね、超一撃。さあ、再び打ち返せ、再び打ち返していく。さあ、素晴らしい、 OK だ。さあ、これが隊長機だね、これが隊長機。こっちは倒しても OK ですね。倒しましょうか、ビームマグナム、ロングバレルビームキャノン、オッケー。さあ、ハイザックキャノン撃破ですね、一気撃破。そしてユニットレベルアップ、リゼルがレベル5、いいね、リゼル強いよ。さあ、ユニットレベルアップでフルアーマーユニコーンガンダムレベル10、 OKOK、 いいんじゃないか。ユニットレベルアップ、これでギャップラン TR5レベルが上がっていく、素晴らしい。これは避けていきますよと。いった、もう当たらないでよ、お願いだから。さあ、ちょっとあれですね、ちょっと僕が見てみたいものが一つできた攻撃すべてファンネルっていう面白いことになるね、これね。フィンファンネル、ファンネル、そしてクロトフィンファンネル、ファンネルですね。おっと、支援しようか。さあ、ブランディーバルで一斉射撃。さあ、見てみよう、これ面白いね全部ファンネルっていうね。いけ、ガシッと。いいね、やっぱフィンファンネルいいよ。私は一かけらも手加減しないからね、死にたいとはね。うん我を楽しませてみろ。ターゲット照準、一斉射撃です。いけいけ、勝負は一瞬で決まる。半端な覚悟で来るのなら大怪我どころじゃ済まないぜ。頭はきっちり押さえる。いいね、フェザーファンネル、いけいけ、ハチノスだ。いけ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 ハチノス、ハチノス、ボッコボコだぜハチノスOK、 撃破っすね、これでね。バシュッと、OKOK、フリーズ。オーケー、よしよし、じゃあ終了しましたので下がっていただきましょう。そしてあとはだ、まずはハイメガバズカランチャー、ハイメガバズカランチャーって落ちるんじゃねえか、大丈夫か、落ちてくれ、落ちるだろう一発で。ハイミガバズカランチャー、オッケー。ハイミガバズカランチャーならば一撃で落ちていきましたね。
さあパルスエンジン吹き飛ぶ、核パロス吹き飛んでいく。ナイチンゲール使ってファンネルぶち込んでいこうか。ファンネルぶち込んでいく。オッケー、これでよしよし。さあ敵のお掃除完了、あとは戦艦のみか、あとは戦艦のみですね。あ、でも真ん中からまだ出てきてないかな、真ん中の戦艦からはまだ出てきてないかな。進んでいきましょうかね。さあさあこれでどうだ、これでどうでしょうか。これでいってくれ。あー届かんか。うん、さすがに届かないですか。まあ仕方ないといえば仕方ないね。そしてこれ捕獲しましょう。あ、やべ、ジェリド忘れてた。ジェリドすっかり忘れてたぞ今。すっかり忘れてた。ビンマグナム、ビンマグナム一発で落ちるんだよな多分な。さあ元気か。よしよし、これでエンジン停止だ。これで軌道は変わったろ完全に。やらせはしないよ。さあジェリド接着をつけようか。ジェリド接着をつけていこう。一度変わりましょうかフェニックスガンダムは。さあジェリド、このままオダブツだ、行くぞ勝負。こいつそんなに死にたいのかよ。そういうことだよ、やけになって。意外に甘い動きね。それとも見かけだけなのかしら。そうやすやすとやられるわけにはいかない。当てろ、よしよし来た、当たったぜ。何をやっているんだ俺は。くそ。さあ出戻りのジェリーの戻りなさい。今日も元気よく。さあ出撃していこうか。出撃 OK、 いいね。バイエランカスタム2素晴らしい。 OK、 いい、ナイス。移動力が素晴らしい。さあこれで次のターン決着をつけよう。避けて行け、避けて行け、危ね。あうっ、マジか。当たるかそこ。そこで当たっちゃう。そこで当たっちゃうのか。さあ避けろ避けろ。待って、何も出てこないか、もう何も乗ってないか。なるほどね。さあ撃破しましょう。ビームマグナム、ビームマグナム、ビームマグナム、どっちがいいかな。避難銃で行こうか。さあ撃沈、落としていく。いいっすね。 OKOK、 いいよ。さあそれではこっちだね。いつも使ってあまり使ってあげないからね、しっかり使っていきましょう。ウィンチキャノンぶち込め。よしよし、いいぞ、素晴らしい。撃破していく。お、いいね、リントレベルアップ、ナイスですね。いいタイミングでレベルが上がりましたね。おっと300到達、ついに。じゃあビームキャノン、そしてビームキャノンで一斉射撃、これで締めですね。素晴らしいよ。 OK だ、いいね。さあ沈めていく。コロニー落としなどさせるものか。
よしよしよし、オッケー。さあどうなっていく。コースをそれてくれ、頼む。ああ危ないよ、月が、グラナダが。コロニーが、なんとかグラナダへの直撃だけは避けられたよ。危ねえ。こんな作戦を思いつくティタンズって、ジオンと一緒だぜ。彼らにとっては地球の空もみんな同じなんだ。だから平気で破壊でき、だからこんな戦い僕たちが早く終わらせなきゃならないんです。これ以上の不幸を許しちゃいけないんです。絶対に。そういうことだね。お、やっぱここあれだね、スコアも高いな。キャピタル結構もらいましたね、うん、いつも2万台だけど今回3万、4万2000だもんね。クリアボーナス合わせたら素晴らしいね。だいぶもらったね。さあ、お、ムサイカイ、チベカイ、サラザビアルフ、カーツ小林、お、この辺はサラをスカウトリスト。サラはどうやった？4体内に、ああ、なるほどね。そういうことですか。なるほどね。編成していきましょう。編成、まあ、することないけどね、もうね。ハイザック、マラサイ、ハイザック、キャノン。なるほど。さあ、どうしましょうかね。何か、新しいの育てようかな。設計ができるかとりあえず見てみましょう。できるかな。できませんね、生産じゃないね、開発ですね。この辺だね。この辺が開発したら何になるか。ゼクアインになるのか。なるほどね。さあハイザックはマラサイだよね。それはマラサイになるよね。マラサイになるね。この辺どうしようかな。まあ、そんなにか。まあ、いいか。ほっときましょう。ということで、今回はこの辺にして終わりにしたいと思います。はい。次の面か？次の面。あ、次の面で最後かな。トントンの果てに。最後ですね。うん。そしてダブルゼータは、あれですね。ライブ配信したいと思いますので、次回またね、ゼータガンダム最終章かな。多分ね。やっていきたいと思います。というわけで今回の動画ね、良かったなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。というわけでですね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。さようなら。